女性のピアニストをお届けしたいと思います。今日お届けするのはこちらのジャケットになります。こちらに見えますか、写真が写ってますが、白人の女性ジャズピアニストです。名前をロレン・ゲラーという人です。で今日お届けするのは1954年の録音になりますけれども、といってもこの人リーダーアルバムはこれ1枚しかないんですね。他のセッションではもちろん含みはありますけれども、それにしたところでそう録音があるわけではないのです。1928年生まれで1958年30歳の時に病気で亡くなってしまうので、そうですね、それほど録音はないんですね。それで、まあ、有名なあのピアニストです、まあ、そういった感じで、薄命であったということもありますけれども、旦那さんはハーブ・ゲラーというアルトサックス奏者です。それでロレン・ゲラー・アッツ・ザ・ピアノという唯一のリーダーアルバム、ここから彼女の作ったクラッシュバイナイトという曲をお届けしたいと思います。お待ちください。Thank you.
ジャズはいいよ。